8月の31日、ちょうど私が配信やろうと思ってたんだけど、ブッチしたあの日に、うちのばあちゃん亡くなっちゃって。そう。まあ、結構ね、もうそろそろかなって言われてたんすよ。で、そのばあちゃんがさ、育ての親でもある人だったの。そう、小さい頃はさ、両親、あ、ごめん、こっち見てなかったわ。そうそうそう。もうそんなね、悲しい感じではなかったんだけど、やっぱりね、ちょっと悲しかった。もう小さい頃はさ、よく、共働きだった両親に代わって面倒見てもらってさ、自分もばあちゃん子だったっていうのもあって、ね、よく家に遊び行ったりさ、してたんだけど、まあ91歳っていう年でね、亡くなって。で、まあ、今、じいちゃん一人で、暮らしてるんだけど、夜は実家の親のところでご飯食べたりはしてるんだけどね、一人で暮らしてるんですよ。で、やっぱり、いつも掃除とかね、家事全般やってたのがうちのばあちゃんでさ、一人にしとくと結構散らかっちゃうよね。どうしても。だから私自身も、逐一、掃除しに行ってあげたりはしてたんだけど、まあ、今回亡くなったっていうので、家を思いっきり掃除してさ、おじいちゃんちのね。で、そこに、まあ、亡くなった方の、祭壇を建てる用のスペースをね、確保するためにいろいろ、準備したりするので、ちょっとね、忙しかった。で、昨日やっとね、葬儀終わったんすよね。火葬終わって。うん。でさ、知ってる？今って、葬式の場でさ、みんなにも関係あると思うんだけど、孫代表挨拶ってあんの？知ってた？ そう、暗い話だけど、暗い、ね、この話はしなきゃあんないと思ったんだけどさ、暗い風にはしたくないなーって思うので、タイトルね、ひゃーばばばばになったと思うんだ。多分その時の心境ね、私。そう、孫代表挨拶も務めさせてもらって、今に至る。うん。葬儀やって、火葬やって、昨日祭壇もね、無事出来上がって、あとはもう、とりあえず落ち着いたかな、みたいな。うん。普通にね、人って生きてればいつかは亡くなるじゃん。だから、老衰っていうね、最後を迎えたばあちゃんはまあ、本当に良かったなと思います。一応休んでた理由をね、他になんか取り繕うこともできず、そんな話をね、させてもらいました。で、まあ、これから普通の生活にどんどんね、戻っていくわけなんだけど、で、実はこれはね、言わなかったんだけどさ、もう一個あって、もう一個あったんすよ。つい、2、3ヶ月前に、結構仲いい友達がさ、亡くなっちゃって。そう。ちょっとね。なんかな。この時はさすがに、突然すぎて、きつかった。うん。ばあちゃんはまだ、わかってたんだよ。そう。なんかね。なんかさ、立て続けって言ったらあれだけど、立て続けだったんよね。近しい人の、そういうね、亡くなるっていうものが、なんかこんな簡単に、まあ、ね、分かってはいるけどさ、うん、ちょっとね、きつい。でも、もう大丈夫なんだよ。もう、そうそうそう。きつすぎて配信でも話せなかったんだけど、これは。そう。大変だね。私以上に、まだ、私世代ってそんなね、まだ動けるぐらいだからさ。そう、全然これからね、バリバリ動いていくぜ、みたいな世代なのよ。で、まあ、友達っていうか親友っていうか、まあ、実際は後輩なんだけど、ただもう、幼稚園の時からの付き合いだったのね、その子も。そう、幼稚園の時からの付き合いでさ、兄ちゃんが、私のためで、
兄ちゃんとも仲いいんすよ、めちゃめちゃ。でもその後輩がさ、よく男の子なんだけど、なんとかちゃん、サモライちゃん、サモライちゃんみたいな感じで、よくついてきてたのね。そう。で、高校もさ、なんか同じ高校に入ってきたぐらいにして、すごい、なんか、懐いてくれてたんすよね。で、もう、ね、飲み行ったりとかさ、いろいろする仲だったんだけど、まあ、そんな感じになっちまって、うん。いつかはな、私もね、その、120まで生きるつもりでいるけどさ、120まで生きるつもりでいます、私、ちなみに。いるんだけど、そう、ね、友達の件も一通り、ね、区切りついて、お盆の時にも、その家に行ってさ、楽しくみんなと、久しぶりだね、みたいな風に話したりして、で、ばあちゃんもさ、亡くなって葬儀の時に久しぶりに、いとこ兄弟とかとみんな集まってさ、なんか近いうち旅行行けたらいいよねーとかっていう、ね、あんま行けないからさ、そういう時に集まって写真とかも撮ったりして、うん、土壇楽はとりあえず着きました。ごめんよ何の連絡も取らなかったからね。そう、いきなり休むし、私もすまんかった。いきなり休んちまったよ、ごめんよいや、昨日さ、その孫代表挨拶やったんだけど、ね、読み上げたんですよ。だいたい2、3分ぐらいにまとめればいいらしいからさ。ただ、完全にこれっていう、ね、ひな形なくて、ね、自分で考えて、その孫代表挨拶やってきたんだけど、いやさ、最初心無にして、祭壇に向かったのよ。そう。めちゃめちゃお世話になったばあちゃんだったからさ、心無にして祭壇に行ったんだけど、もうなんか涙出てきちゃってそう。で、いや、ダメだと思ってさ、うん、ちょっと震えながらね、読み上げた孫代表挨拶、ダメだったな。まだ心に冷静さが、ね。頑張った。でもね、それが、良かったみたい。みんな泣かした。そう、みんな泣かした。ほぼほぼ泣かしたんじゃねえかな、あれ。周りの人。よかったよ、サモライくんみたいな風にね、言ってもらって。うん。そう。ただ、うちの妹だけね、普通って言われたわ。めちゃめちゃ長いんだよ。妹と弟いるんだけど、弟にはよかったって言ってもらったんだけど、妹から普通って言われた。うん。あいつね。あ、待って、サソリ2匹目じゃん。2匹目のサソリいんぞ、これ。ちょっと待って、今日サソリデーだな。だいぶ。サソリって、季節関係ないんだっけか。夏だけだっけ。いや、もう夏終わってるしな。サソリ高かったよね、確か。おいしょ。オッケー。やったね。みんなもね。体大事にね、一番過ごしていこうぜ。そんでね、サモライ頑張りますんで、その頑張りでね、少しでもね、元気がみんなのとこにもね届けられたらいいなって思ってます。